こんにちは。9月22日週刊仮想通貨ニュースです。はい、ここ最近価格に影響あったニュースが良いんですね。来週への値動きの予想をしていきたいと思います。はい、では、ね、本題に入る前にですね、神尾寮公式メルマガの方はですね、まあ YouTube もいろいろとなんか言った観光とかいっぱい出てきたんですけど、そうですね、メルマガでもですね、配信スタンドによってちょっと言った観光とかいろいろ出てきたので、はい、今までまごまごさんを使わせていただいたんですけども、本体もっと自由に配信できる方のスタンドに変えましたんでね、すでに登録されている方もですね、もう一度ご手数をおかけするんですけども、ご自身で再登録していただく必要がありますので、まだの方はですね、動画概要欄のリンク貼っておきます。ぜひお願いいたします。お願いします。また別のコーナーでも言いますけど、本当に今言えないことが増えてきましたね。まあ、ネット上で言えないことが増えてきたよね。ネットは何でも言えるような場であったんですけど、ね、自由はね、だんだんなくなってきたね。なんかひしひしと僕たちネットで生きてるんで感じますね。最前線にいるからね。そして仮想通貨も本来お金を自由にするはずだったのに、だんだん苦しくなってきた。そうですね、もうがんじがらみ。はい、前回ですね、9月15日やったんですよね。そして価格は1万700ドルあたりでした、はい、そしてですね、一時はですね、こうやって1万2000近く1万1185ドルまで行ったんですけれども、現在はこの通り1万450ドルということで、ガクンとここでね下がってしまいました。という状態で、先々週の水準まで下がってるっていう状態ですね、ここら辺ですね。はい、はいですね、今後の値動きとしましてはもう当たり前なんですけれども、21日のこの安値1万300ドルあたりを下抜ければですね、またこの赤い水平ライン、1万80ドルに向かっていくことができると思います。まあ、こんな感じですね。でそっからですね、次はここの安値、9月14日の安値、まあ、ほとんどこっちと一緒ですけれども、ここを抜けれるかどうかになってきて、そこからここ1万86の大きな水平ラインを抜けれるかどうかで、次もし抜けれたらですね、9800ここ抜けれるかどうかというような戦いになってくると思います。当然ですけれども、上がるときはこっちですよね、ここの水平ラインを抜けれるかどうか、そして前回の高値ここ抜けれるかどうか、そして前々回のハイを抜けれるかどうかっていうようなところになってきます。もう抜けれなかったらここら辺でレンジを作っていくというふうに考えてますね。まあ、それがどっちやねんっていう話なんですけれども、結局はね、で前回僕何言ってましたかというと、ここら辺でね、プラッグみたいなこういう形を作ってるんで、こっちに抜けていったら面白いなっていうことで、あの短期的にというか中期的にですね、こっから下降トレンドに入ってるというような見方を僕はしてまして、まあこう上値切り下げ、下値がどんどん切り下げというふうになっていってますんで、下降トレンド途中だと、下降トレンドのこの上昇局面は調整だというような見方をしてます。なのでここでですね、どっかで跳ね返って下抜いてくるんじゃないか、1万ドル割れてくるんじゃないかと、1万ドル割れてきたら、その時にですね、ロングのロスカットがたくさん溜まっているので、思い切り走りやすいんじゃないかと、ドンと、つまりリワードとしてですね、高いというような見方をしてまして、ショートにかけていったわけですね。しかしですね、まあちょっと想定と違ったな、1万800ドル、ここの硬いと 思われてた、僕が勝手に思ってたんですけれども、水平ラインを軽々と上回って、そこでサポートされですね、一瞬ここね、サポートされですね、ここでもう一回サポートされて、そして思いっきり下にぶっこ抜いてきたというような状態になりました。ので、まあ、前回の予想としては、ちょっと正解あ、不正解ですね。これはもうこれロスカットでね、あの切れてますんでね、申し訳ございませんでした。まあでもロスカットしてもう一回下がってきた時にショート入れることはできるんで、あ、僕はね、あの、こっちでもう次ロスカットロスカットで付け替えで下がるの待ってたんで、思いっきりぶっこ抜きは取れましたね、全然。というやり方をしてた人、もしくはこの水平ライン抜けた時はもう下狙うでって思ってくれてた人はですね、取れてたかなと考えております。はい、はい、まあ場合によっては的中って感じです。そうですね。ケースバイケースです。それ言ったら全部正解。いや、そうやな、ほんまほんま、そのビューティフルじゃなかった今回は、申し訳ございません。
ちょっと想定より赤ちょっと上強かった感じですかね。そうですね、まあ、でも最終的には落とされましたけど、落とされましたね、はい、でこっからどうなんねんっていう話ですね、はい、結局は。で僕としましてはまだ、まあ、こっからねまた価格持ち合う可能性もあるなと思ってます、うん、でこんだけ動いたんで、まあ、しばらく価格動かないんじゃないかなっていうのもあるんですけれども、で結局ですね、まあ、どっちかに向かっていくとしたら今んとこ僕はあの自分のポジションとしてショート持ってるんですよね。ほう。なのでもうこっちの抜けを待つ、もしくはどっかで買いすぎたらですね利確するとかいうことを考えてます。ただこっから新しくポジション持つならなんですけれども、何億円売ってるのか、うん、何億円とかない、何億円、違うなんで増えてあのこっからですね、うん、この買ったり水平ライン近いですよね、もう、はい、ある程度ここね、ここで一回なんって持ち合ったっていうことは、ここで下げが止まったっていうことは、ここでもうショートここら辺で入っている人は利確してる人も多いわけですよ、うん、うん、なんで次にですねどう動くかなんか分かんないですし、えあはい動くかどうか分かんないですよ、はい、うん、でこう行ったら行ったで、まあ、ここで利確する人は多いと思います、うん、で割れたらここでロスカットする人、ロングのロスカットする人が多いんで走るとは思うんですけれども、下は割と硬いんじゃないかなと思ってますね。ほう、うん、テクニカル的に見てもファンダ的に見てもね、なんでこっから下がったら拾ったろうという考え方でも悪くないかなと思ってます。今からポジション持つならって話ですよ、うん、うん、でですね、まあ、もちろんロングなんでちょっと大きめの目線で見てなんですけどね、僕の場合は、はい、うん、これ週足です。週足でここの1075ですね、1075ドルやった頃、2017年の3月ぐらいを起点としまして、このオールタイムハイですね、ここを1とします。フィボナッチリトレースメントを引きます。するとですね、今ちょうど、まあ、ここ1万300ドルあたりが、まあ、半値なんですよね。あ、はい、うん、でそこでサポートされて今上がってそして下がったようにも見えると、うん、いうところでございます。で結局ね、いろいろありますよ、いろいろ言えちゃいます。こんなもん8時間足で言ったらですね、価格は価格下げのオシレーターマクディは上げですから、これ弱気のヒルンですよね、うん、なんで、まあ、ここから価格は下がっていく。そして日足で見るとですけれども、マクディのヒストログラムはもうこういうふうにかなりですね勢いをなくしているというふうなことも言えます、はい。でいろんな見方があるんで、うん、本当にこうなってくると迷子になるわけなんですけれども、はい、結局今回の下げもですね、うん、ビットコインさん単独じゃないんですよね、全然。ほうほうほう。これまずこれですよ、ゴールド、うん、ゴールドもそうやし、これはニューヨークダウですね、はい、S&P500 ナスダックがこういうふうに調整していると、うん、つまり利確が入っただけやと思うんですけれども、こういうのに連れられてビットコインは吊れ下げしただけというふうに僕は見てますんで、だから今回ですね下げて次上げるかどうかはですね他の市場によるという話になってくるんです。先週もしてましたけども、こんな悲しい話を、うん、ついていくんですか。ついていきますね。ビットコインは独立してるから面白かったね。してないです、全然もうしてないんですよ、申し訳ございません、うん、っていうことになってしまいましたということですね、うん、もうコロナとかそういうその大きなファンダに全く勝てない、うんうん、株ももちろんそうですし、為替とかももちろんそうなんですけれども、でそれのもっとちっちゃいなんていうか市場になっちゃったわけです、ただの、はい、うん、個別株みたいなもんや、一つの個別株みたいになっちゃったんですか。そうそうそう、なっちゃったわけですね、うん、まあ言い方悪いですけれども、うん、うん、なので皆さんのですね、これ日足の MA の100今サポートされているように見えますよね、うん、でこれを基準にトレードしていってもいいですし、ということで、あのいろんな水平ラインとか、さっき言った僕がいろんなインジケーターもご紹介しましたけれども、今ねほんまどっちか分からんですわ。だからどっちをハイかローを超えていかんことにはどっちか分からんくて、また持ち合いに入る可能性も高いので、僕はショート持ってますんでショート持ちますけれども、今新たにやるんだったらいろいろファンダ的なこととか考えてちょっとずつロングを
足していくかなっていうようなイメージですね、うんうん、なるほど、まあ、無理に投資する場所ではないってことですね。ないっていうことです、うん、ただ僕はね YouTuber として何か言わなあかんので、うんうん、予想が難しいんだったら今いくらショートしてるか言ってくれてもいいです。そういうのは違います。そういうのは YouTuber よ。違います、僕の思う YouTuber じゃないです。DJI で言うとすごく大きな節目叩きに行ってるんで、したためしに行ってる状態ですよね。ダウね、うん、あ、ダウね、ニューヨークダウね、うん、うん、こういう予想をしておきます。持ち合ってからちょっと下の水平ラインを確かめに行くという予想でどうですか。はい、うん、ということですね。でですね、ちょっと面白いニュースがいろいろあったので取り上げときます。はい、まずですね、前回取り上げましたけれど、マイクロストレタジーの CEO さんがビットコイン買うたよと、うん、いうことを言っておられましたけれども、それがなんでかと、なんでビットコインを買ったのかっていうような記事が出てましたんで、はい、ちょっと面白いなと思って紹介させていただきます。まずですね、アメリカの今の現金通貨、うん、はい、預金ですね、あと現預金、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、ちょっと、まあ、マネーサプライと言います、はい、M2 っていうんですけれども、うん、ちょっと広い意味での現金って感じですね、はいはいはい、それがですね2020年の5月時点でドゴーンって跳ねてるんですよ、うん、おう、うん、あのプラス 23.1 って書いてますよね、うんうん、これが1960年1月の統計開始以来で最も伸び率が多くなったと。へ、はいはい、うん、だから FRB が現金すりまくりましたよね、うん、あれの効果が出ていると、効果というか、はい、まあ、影響が出てしまっているということなんですね、うん、つまりこのままですね、まあ、これってどういうことかというと、2019年よりですね2020年の1万円としましょう、うん、1万円やったらだいたい実質の価値が8000円ぐらいしかなくなってるってことなんですよね。あ、お金が増えすぎてるんで、うん、お金の価値が薄まってると、薄まってるということなんですね、うん、はいはいはい、うん、だから現金でこのままの増え続けたらですよ、そんなことないと願いますけれども、うん、アメリカでもし1万円っていうの、1万円っておかしいか、アメリカ、まあまあ例えで、ね、例えでね、うんうん、1万円持ってたら 20% ずつ減っていくってことよ。お、うん、で例えばですね、うん、このマイクロステラテジーさんは大企業なんでね、うん、年間5000万ドルの利益を稼いでると、50億円ぐらい、うん、で現金でですね、その5億ドルの現預金持ってると、うん、10% 目減りしてしまうとね、はい、1年分の利益が吹っ飛んでしまうと、それで、ああ、はいはい、まあ、溶けてしまうんだっていうことね、うん、だからビットコインに投資したんだということを言ってるわけです、はい、まあ、いろいろ株とかね、まあ、ゴールドとかいろいろ投資対象は考えたらしいんですけれども、うん、まあ、ハイテク株って全部もう天井圏じゃないかと、うん、こっから伸びる余地そんなにないんじゃないかっていうことを言っておられる、まあ、はい、そういうことももしかしてあるかもしれません。もうこっからね、思いっきりハイを越していくかもしれないですけれども、まあ、高値、最高値つけてるっていうことは間違いないんでね、うん、うん、っていうのでビットコインを選んだんだみたいな話をしてまして、おう、だから確実に僕らも全然気づいてないですけれども、現金の価値って薄まってるわけですよね、まあ、日本円にしても日銀がやっぱお金出しますからね。そうですね、うん、なので年々預金を置いてるだけで100万円置いてたとしても、100万円が次の年に、まあ、95万とかなったりとか、100万円って額は変わらんけど、実質の価値ね、実質価値としては下がっているわけですね。そうですね、買えるものは下が少なくなるってことね。そうですね、っていうことで、まあそれやったら上値余地のあるものに投資しようということで、うん、ビットコインに投資したんだって言ってはるわけですよ。あ、それはすごく面白い考え方だなと思いまして、ただすごく鋭いツッコミさせていただきますけど、ビットコイン 10% 下がって終わりやん、うん、いやもちろんそうなんですよ。でもいろいろそのね、現金預金で置いとくんだったら、うん、それはそれで現金預金よりビットコイン 10% 下がる確率がはるかに高い。そうやね、うん、そうやねんけど、分散でコンサルしますよ。分散で置いとくという話ですよ。それ株とかも持ってるし、ビットコインと株は連動してんやったらどっちも意味ないで。じゃあでもね、でもね、これマイクロストレッチさんの株ですけれども、うん、その発表した日ですよ、うん、これここですよ、窓を開けて吹っ飛びましたね、うん、はい、でここでも
発表した日です。これはものすごい大要請出てます、2日続いて、はい、まあ行ってこいになってますけれども、うん、こことここですよ。つまり市場の反応はどうやったかというと、ビットコインで買ったのねということを歓迎したという話ですね、うん、いや歓迎はしてないと歓迎したんや歓迎したんや。これはもうナスダックの他のね、うん、個別株とかはちょっと沈んでたやつもあったから、うん、まあ、こういう、こういう、これでもうパチパチパチと、いや市場からの反応、これインフレ対策としてそれはちょっと下手くそですけどね。いや、まあまあまあ、普通ヘッジするならもっと別のやり方せんと、うん、じゃあ、 あのね、ちょっと相談してもらう、うちに相談してもらったら政府系ファンドもビットコインに投資、はい、おう、まあちょっと嘘なんですけれども、え1兆ドル運用しているノルウェーのソブリンファンドあるじゃないですか、ソブリンウェルスファンド SWF、はい、がある、まあ、世界最大のファンドですね、うん、100兆円以上ありますので、はい、でここがですねマイクロストラテジーの株を持ってるんですね。おうおうおう、いろいろ投資する中で投資してるということで、うん、じゃあマイクロストラテジーはビットコインを今 38,250BTC 持ってるらしいです、はい、440億円持ってるらしいです、うん、その中のですねマイクロストラテジーの株ソブリンファンドが 1.51% 持ってるらしいんで、うん、ってことは 577BTC ぐらいソブリンファンドが持ってることになるよね、間接的にっていうお話ですもうめちゃくちゃやけどな理論としてはまあまあ確かにねそうそう、だからいろんなファンドがね、うん、こうやってビットコイン、あ、言うてておかしなってきたこれいろんなファンドがビットコインを間接的に持つ時代になってきたんですよ。間接的に勝手に持っただけじゃんいやでもね、うん、でもまあこれから買う人は、うん、そう、マイクロストラテジーはビットコインを資産として持ってるということを分かって株を買うわけですから、あ、まあ、ね、うん、ほらこれっていうことですよ、はい、菅内閣はブロックチェーン推進、はい、分かんないですけどね、はい、一応ブロックチェーン ICO 推進派の平井拓也さんという方が、うん、はい、デジタル分野の担当として入閣する方針が今のところ決まってます、うん、でもしかしてそのデジタル庁の大臣とかなりはるかもしれないですよね。あ、七福さんじゃないですね。違いますね、うん、政治家ちゃいますね、ただの羊かぶったおっさんですね。菅さんから電話待ってたじゃないですか。いや待ってないよ電話とか待ってドキ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 電話を待つものなの、こういうのって待つもんですよ、大臣。あ、そうだ、電話かかってくるからあ、そうなんや、うん、まあそれは置いといてですね、うん、まあ平井さんっていう方はね、また入閣決められたらですね、いろいろいろんな話させていただきたいんですけれども、はい、今まで ICO についてだいぶポジティブな発言をされてたりですね、ほうと、ブロックチェーンとか仮想通貨は肯定派ということに一応なってます、うんうん、なのでですね、まあ、これでビットコインに対してこの追い風が吹いて価格が上がるとかはあんま考えられないんですけれども、うん、税制とかはちょっと良くなるかもね。あ、なるほど、ビットコインとかめちゃめちゃにされとるし、うん、ビットコインで稼ぐより株で稼いだ方が5倍ぐらいいいやみたいな話になってるからね今ね、うん、っていうことで、うん、まあ期待しております。まあ、それの理解ある人はもしかしたらその辺の大臣とかなんかにつくかもしれないと。そうですね、ですね、うん、なるほど。アルゼンチンビットコイン購入、はい、アルゼンチンがですね、うん、米ドルの購入に対して 35% の税金を課すということが決まりました、はい、うん、でですね、インフレ率でいうと2019年去年ですね 53.8%、うん、でペソの価値はですね 40% 減少しているという状態です、はいはいはい、つまり自分でお金で持ってるだけでせっかく稼いだお金が、うん、どんどん減っていくと、もう半分ぐらいのおもちゃ変わってますね、ですね、単純に言ったらね、うん、で米ドルに変えるっていうのがみんなの資産防衛として、まあ、一番メジャーなんですけれども、うんうん、そのためですね、政府はこれをまあ抑制しようということで、はい、税金を思いっきり課そうという話になりましたということですね、はい、でもともとアルゼンチンでビットコインの人気は高いので、うん、ATM でねビットコイン出せたりとかね、うんうん、今後ですねビットコインの資金流入につながる可能性があるということですね、まあ、最近もかなり上がってましたんでね。で実際ですね、ステーブルコインの DAI っていうやつがあるんですけれども、うん、
これはステーブルコインなんで米ドルと1対1でペグされている通貨ですね、はい、この発表あってからそのラテンアメリカの取引所で通常の3倍ぐらいの取引、うん、台が取引されたということです。だステーブルコインに変わったっていうことはステーブルコインでずっと置いてるかどうか分かんないじゃないですか、うん、そのビットコインに流れる可能性ももちろんあるということで、まあ、流入が期待できるという話ですね、うん、あとですねディフィカルティの調整がありました、うん、まあ、おとついぐらいなんですけれどもこれがもう昨今かまた昨今言うた過去噛む人おる過去って2文字を噛む人おる過去最高 の過去最高の略過去最高 の略で過去で過去ですから過去最高も更新ですよ、うん、ビットコイン掘るのがどんどん難しくなっていってるっていうことですね、うん、それはシステムの堅牢性に関わってきますし価格にも影響します、はい、ハッシュレートの方はちょっと下がってますけどね、うんうん、ということでどんどんビットコインを取り巻く環境は良くなっていってるということですね、はい、うん、ということで価格は長期的に見ると上向きやと考えてるんですけれども今のところですね株あとゴールドとかの動きにかなり左右されますんで、うん、そこら辺を注目しつつどっかで思いっきり上げるんではないかというところを予想して見守っていきたいと思いますね、はいはい、ではね来週もナイフさんのパーフェクトなビットコインのチャート分析と仮想通貨のいろんな関連ニュースをお届けしていきたいと思います。また何かね緊急なことがあればすぐに紙を公式メルマガでも緊急速報を出しますし冒頭でもお伝えしたように配信スタンド買いましたのですでに登録されている方もですねまた変更されていない方はぜひ変更の方よろしくお願いいたします。動画概要欄のリンク貼っております。来週も当てますんでチャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。でもなんか今ねアルゼンチンが大変って話ありましたけど、うん、もうちょっと 100年ぐらい前100年、うん、ぐらい前なんてこれから伸びる国1位ぐらいのね、うん、発展した国なんですかね。そうですよね。その当時言ったら日本か明治以降になった日本かアルゼンチンか、うん、どっちかがもう世界最大伸びるって言われたぐらいやったんですけど、うん、まあ、日本はなんとか伸びましたけど、うん、アルゼンチンはまあ、ね、経済ダメになっちゃって。そうですね、うん、で片やノルウェーっていう北欧のちっちゃい国が今政府経営ファンドで世界一のファンドの規模になっていると。まあですね、うんうん、まあ、これそれは北海道の、ね、お金を全部、うんうんうん、そのファンドに入れているからなんですけど、うん、まさに乗車必須の言葉ですね。ほんまですね。日本人もこう安心してたらやばいってことですよね。うん、ほんまやね、うん、30年50年100年後は全くわからない、ま、なんて言っても少子高齢化真っ先に来る国やし、うんうんうん、まあ、一応表向き言ったらめちゃくちゃ借金国の借金も多いし、うん、っていうことでね、うん、どうなるかわかんないということですね、うんうん、まあ、今の僕ら40代のにかかってるんちゃいますか。え、どういうことですか。まあ、僕らが頑張ったらどうにかなるんちゃいますか、うん、ね、ああ、20年後ぐらいの日本明るいじゃないですか。わかんないけどね。まあこれからね、アメリカの話もありましたけど急激なインフレになるかもしれないですけどね、そういう時もちゃんとこういう投資とか学んでいけば資産防衛っていうのができますんで、うん、引き続きそういうのを神尾 TV でお伝えしていきたいなと思います。はい、はい、ぜひね引き続き神尾 TV 見ていただければと思います。オチがなかったんですよ。いやいや、奈良口さんが落とせなかったんですよ。面白い話しなくていいの。このチャンネルは別にそんなお笑いチャンネルちゃうの。